証券コード7211三菱自動車工業、今日はこちらの紹介をします。証券コード7211三菱自動車工業は、まあこちら、そうですね、紹介不要ですね。一応1970年に三菱重工から独立して、2016年10月に日産自動車が筆頭株主となってますね。日産自動車とフランスのルノーとともに、ルノー、日産、三菱アライアンスを構成しています。権利確定日は3月と9月、年2回です。気になる現在の株価はこちらです。ゴーンさんのあの事件あった後、かなり落ち込んで、さらにコロナショック、株価がねずっと低迷してたんですけど、最近少しずつね、最近だいぶ回復しつつあるように感じます。では早速開けてみたいと思います。中にはもう何も入ってません。中には 1,2,3 3つの書類が入ってました。まずはこちら、第52回定時株主総会招集ご通知です。次にこちら、議決権交渉ですね。議案は1個だけです。そしてこちら、保護シールですが、スマート決済を行いますので不要です。今回議案1個だけなんですけど、これ何かというと、まあ取締役13名選任の件ですね。やっぱ大企業で取締役13名もいるんですよね。多いところだと15名から20名とか、まあでもそんなもんですかね。まあいいや、特に問題ないので賛成で出そうと思います。これね、見てください。これ今週だけでね、こんなにあるんですよ。もうね、まだまだ開けきらずに追いつかないって感じですね。今日もまだポスト見に行ってないんですよ。嬉しい反面、これはなかなか大変ですね。まあ、封筒ね、開ける楽しみっていうのもありますからね。今日も明日も明後日もじゃんじゃん開けていきたいと思います。以上、今日も超ハッピーなカズでした。 See you!